さあこの柿を見ているとまさに秋の味覚だなと思うんですけれども、うん、先生今年は何かこう秋らしいことをされましたか？秋らしいこと、はい、そんなやってる、サンマもまだ食べてないし、そういえば、何ですかね、あれも食べてない、あのキノコの王者、松茸、あれも食べてないな。忙しいとさ、食べ物にあんまり私関心ないけどもね、だから柿を見たら柿食えば金のなるなる法隆寺ですか。そうですよね、まあ、もうちょっと柿の元の人まろやっぱり歌に行くね、あの日本人の。そうですね、あなた何思いました？はい、やっぱりあの私この生牡蠣も好きなんですけれども、うん、あの冬場になるとあの民家の軒先にこう干し柿が吊るされているような絵を見るのがとっても好きで、あのなかなか今そういうお家を見かける機会がなくなってしまったので、まあ、インターネットで探して眺めたりですとか、そうしたイラストを見たり、あと昔の昭和の、あの生活みたいな図鑑を見て、干し柿が吊るされている家を見て、あ懐かしい風景だなって思いながら見たりしてます。あのね、私なんか子供の頃はね、はい、大体柿なんての街歩いてたらこうこんもりとも落ちそうなんだよね。だパッてもうあの歩きながら取ってバリバリ食べながら、はい、あこれ渋いって捨てたりね、はい、あので冬はもうあれですよ、干し柿作りですよ。あの干し柿ってのは高級な干し柿ってのは高かったけどもね、あの庶民でも作れるのが柿で、まあ、考えてみればこれはあの縄文時代からある食べ物ですからね。そんなに前からあるんですか、ね、それもあのビタミンのあの豊富なことね、あれどんぐりとかもみんなそうですよね。だから柿ってほら柿の元の人丸なんて名前があるぐらい、古代、はい、飛鳥時代にはもうあの貴族のなんていうの食べ物だったんじゃないかなと思いますよ。そうですよね、うん、なんかこれだけこうツヤツヤした食べ物って、うん、今の現代だったらこうあのキラキラしたゼリーだとかケーキだとかそういうきらびやかな食べ物ってありますけど、うん、やっぱりこうした自然のツヤ感、こうしたものは本当にその当時の人たちにとっては素晴らしい高級品に見えたんでしょうか？あのね、うん、高級品というよりもね、例えばあの時代はねカメラがないから、はい、あの絵描き絵心のある人はこれ水墨画にするだろうし、あの近代になれば絵画にするだろうしね、それから歌読みは歌を読むし、俳句作る人は俳句、だから柿にまつわる俳句だのなんだのも結構多いんですよね。あの、まあ、話飛びますけどもね、あの連句って俳句をほらみんなで連れ立って吟行っていうあの催しがあってね、でみんなあのテーマ決めてあのなんか読んではみんなでこうザーッと流しながらやる会があるんですよ。これ連句会っていうんだけども、あの連句会はね、あの大和たけるの命からあるんですよ。そもそも大和たけるっていうのは歌人だからね、ね、あの大和は国のまほろば、たたなずく青垣山ごもれる大和しうるわしっていうの、いやだいたい神武天皇だって八公一宇でしょ。あのみんなね古代から日本人っていうのは歌心があるわけよ、それで今あのそうそう連句会の発祥の地はどこかっていう、その大和たけるが、関東征伐の後立ち寄ったのが今の山梨県の甲府の手前、ここにね酒織宮ってなんですよ、酒が織れる。でここはねあの俳句やってる人はみんなここ聖地なんだよ、だ行くんだよ。それからねカルトやってる人は若読みね、あの若読みの聖地はどこかって知ってます？これね、はい、近江大津、近江教、近江神宮、誰祀ってるかってこれ天智天皇なんですよね。あのですからね日本人っていうのはねそういう歴史的な由来とかなんかあんまりほとんど考えないんだけども、よくよく考えたら全てこの、 あの歌心につながってるというところはね非常にやっぱり大事にしたいと思いますよね。あ、そうですね、うん、確かにこうしたあの色が鮮やかな柿を見てるとこう俳句を読みたくなってきますよね、うん、食べたくなったでしょ。あ、そうですね、これまだね渋いはずだから、あの見知らず柿っていうのはしばらく2週間ぐらい置かなきゃいけないんだよ。まあ、本当にさあの会津のねあの庶民でもいただける、だから殿様も庶民もいただく、だから身の程を知らずで見知らず書きって言うんですよね。本当にツヤツヤしてて一つ食べたくなりました。本当ですね、うん、あの柿って季語は 秋ですか？秋の季語ですか？あ、そうです、秋ですよ。やっぱりこう冬になるといろいろこうもう
木も枯れてしまって、なかなかこう色合いがカラフルでなくなってきますけれども、やっぱり秋っていうのは冬に入る前のとても実りある、そういう豊かさを感じますよね。そうそう、あのだからみんな食欲の秋とも言いますが、読書の秋とも言うし、サンマの秋とも言うしね。まあ、いろいろ本当に表現が豊かっていうか、あの言葉の比喩力もあるし、そういうのを大事にしてきた日本人がね、今だんだん少なくなって、そのことだけは嘆かわしいと思いますよね。そうですよね、あの私も先生のお話を聞いていて、ちょっとこう最近忙しくって、あまりこう季節のものだとかそうしたことを考えられなかったんですけど、今日は柿を買って帰って、サンマにして、そういうお夕食にしようかなって思いました。いいですね、はい。